昭和から令和へ今明かされる三島由紀夫伝説の大討論。私は右だろうが左だろうが暴力に反対したことなんか一度もない。唯一無二の天才三島由紀夫が立ち向かったのは、関係立ったところからそれ逆転するのが革命じゃねえのかバカ野郎。三島由紀夫を敵対し暴力さえも臆さない反逆のエリート東大全教頭1000人。ほら出てこいほら。対立する両者による決死の戦いが今よみがえる。三島氏にとっても天皇との問題に触れてくるわけです。 あなたはだから日本人であるという限界を超えることはできなくなってしまうということでしょ。ああできなくていいんだよ。13人の証言者が語るあの日何が起きたのか。社会っていうのを変えていくのは言葉なんですよね。言葉が力があった時代の最後だとは思って、この1000人を説得しようと思ってるんですよね。あんな目見たことないです。状況では自決したような模様です。私は諸君の熱情は信じます。他のものは一切信じないとしてもこれだけは信じるということを分かっていただきたい。時代を憂いそれでも本気で戦った男たち、その言葉を私は残してこう去っていくんで、あの日この場所で放たれた熱情は現代の我々に何を問うのか。三島由紀夫 VS 東大全教頭50年目の真実。